ほら、はい、どうも、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、新年皆さん明けましておめでとうございます。ということで今回はですね、1月6日新年初登場となるであろう週間 FP の予想をやっていきたいと思いますが、今現在1月5日までのライブアップデートが、まあ先週の先々週ですか、そちらのねライブアップデートと一緒ということで、まあ年末年始のライブアップデートは適用されないということになりましたけど、まあというのもね、リーグ戦自体がそこまで、まあ、プレミアはね休みなしでありましたけど、まあ、ラリーガであったり、あとはセリアだったり、あとはリーグワンですか、まあ、そちらのリーグ戦すらなかったということで、まあ、先週から今週にかけてライブアップデートは固定ということになりましたけど、まあ、今週からおそらく復活するのではないかということで、1月6日の木曜日の週間 FP の予想をやっていきたいと思います。もちろんライブアップデートも復活しますので、今週末、活躍された選手に関しては、ぜひですね注目していただければと思いますけど、まずはフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーに分けて、今週末活躍した選手たちですね、まあ、基本的にプレミアとラリーガのみとなるんですが、そちらを見ていきたいと思います。そもそも試合数が少ないので、まあ、選出という意味ではかなり難しかった印象ですね。ということで早速見ていきましょう。どうぞ。まずは週末の試合で評価点であったり、あとはゴール決めているフォワードの選手から見ていきましょう。こちらですね、フォワードで言うと、まずイアゴ・オスパスが、まあ、一つの PK を含む2ゴール上げて評価点 8.2 という結果になりました。まあ、こちらのセルタに関してはですね、ハビガラン、左のラテラルのハビガランに関してもかなり評価点が高かったんですけど、まあ、やはりゴールというところで見るとイアゴ・オスパスに関しては2ゴールね上げていますんで、これはかなり評価できますね。で、まあ、個人的な予想もイアゴ・オスパス今回上げさせていただいております。で、続きまして、レアルソシエダ、ラレアルのヤヌザイですね。ヤヌザイに関しては1ゴール上げているんですが、マンオブザマッチを取っているところと、あとは途中出場、まあ、途中出場となりましたので、スーパーサブのスキル追加されたらかなり面白そうな選手となっていますね。能力値的に見てもウィニングイレブンだとかなり強い印象を持っていますので、このラレアルのヤヌザイ、個人的には出てほしい選手の一人ですね。で、あとはバルセロナのルークデヨング、個人的なピケであったり、あとは停止提言の方が可能性は高いんじゃないかなと思っていますが、ただまあルークデヨングね、ゴール決めていますし、評価点 7.8 叩き出しているんで、まあ、バルサというパートナークラブというところも考えるとかなり可能性は高いんじゃないかなと思います。で、リバプールのマネに関してはサラーかマネでね、迷ったんですけど、評価点というところで見るとマネの方が高かったですね。サラーに関しては、まあ、あの角度のゴールはやはり決めるなというゴラッソを決めていましたけど、サラーよりかはマネの方が評価点は 7.9 で 0.3 高く、僕が見ているサイトではというところになってきますけど、個人的にはマネの方が可能性は高いんじゃないかなという予想をしています。で、続きましてミッドフィルダー見ていきましょう。まずミッドフィルダーで目を引くのがブライトンのマッカリスターとアテレティコでマドリーのアンヘルコレアですね。アンヘルコレアに関しては2ゴールアトレティコでマンオブザマッチ取っていますので、かなり可能性高いんじゃないかなと思いますし、マッカリスターに関してもマンオブザマッチ取って評価点 8.8 の、活躍でしたんで、この2人に関しては、まあ、来るのは個人的には安定なのかなというところですね。で、あとはチェルシーのコバチッチ、いや、スーパーボレー決めていましたんで、まあ、このチェルシー対リバプールの試合のマンオブザマッチも取っていますし、コバチッチに関しても、まあ、ほぼほぼ来るんじゃないかなという予想をしています。で、あとは DMF アンカーというところで見ると、マドリーのカズミロかマンチェスターシティのロドリかというところで、カズミロはゴールこそ決めていないんですけど、マンオザマッチ取っていたら評価点 8.0、まあ、試合自体は負けたのにこの活躍ですから、カズミロに関してもかなり可能性は高いんじゃないかなと思います。ただですね、やはりゴールを決めているというところで見ると、評価 7.6 のロドリ、個人的にはロドリの方が可能性的には高いんじゃないかなと。やはりゴールを決めているというところで見たときに、カズミロよりかはロドリの方が来そうな印象を持っています。ですので、ミッドフィルダーで見るとマックアリスター、アンヘルコレア、コバチッチ、ロドリ、この4選手が、まあ、個人的な予想とさせていただいたというところですね。ということで、続きましてディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーでまず目を引くのが評価点 8.5 の、1ゴール上げておりますリーズのダラスですね。ダラスに関してはマンオーザマッチも取っていますし、まあ左サイドバックでゴール決めていますんで、まあ可能性はかなり高いんじゃないかなという予想をしています。で、あとはやはりセルタのハビガランですね。ハビガランに関してはゴールだったりアシストこそ決めていないんですが、評価点は 8.4 でマンオーザマッチということで、イアゴアスパスか、まあハビガランかというところで、まあゴールを決めているというところで見たときに、イアゴアスパスに軍配が
上がるのかなとは思いますけど、ただこの2人どちらが来てもいいような活躍を見せているかなと思います。であとはバルセロナのピケに関しては、まあ、あのゴールこそ決めていないんですけど、かなり活躍している印象でしたね。まあやはりルーク・デヨングがゴール取っているんで、そちらの方が可能性的には高いのかなと思いますけど、ピケに関してもディフェンス能力かなり爆上げで、来たらかなり面白いんじゃないかなというところでした。でそれ以外で見るとダビンソン・サンチェスは1ゴール決めていたり、あとはブライトンのバーンに関しても1ゴール上げて評価点 8.0 以上となっています。でアケに関してはやはりあのスーパークリアといいますか、まあ、スーパーカバー、まあ、あの活躍素晴らしかったんで、アケに関してもまあ来てもおかしくないんじゃないかなと。で最後にゴールキーパー見ていきたいと思いますが、ゴールキーパーで見るとエドガル・バディアだったりダビド・ソリア、こちらの2選手は可能性高いんじゃないかなと思います。特にダビド・ソリアに関してはマドリー戦でクリーンシートを上げていますんで、まあ、ヘタフェの選手としてはまあゴールキーパーが選ばれるんじゃないかなという予想ですね。はい、ということで本日はですね、1月6日の週間 FP 予想していきましたけども、個人的な10位選手の予想がこちらになっています。フォワードはイアガスパス、ヤンザイ、ルーク・デヨング、でミッドフィルダーはマック・アリサ、アンヘル・コレア、コバチチ、ロドリで、ディフェンダーはダラス・バーン、ダビンソン・サンチェス、エデガル・バディア、こちらの選手たちを個人的に選出させていただいております。まあ、1月6日おそらく週間 FP 復活となるかなと思いますが、まあほぼほぼラリーがプレミアのセレクションになってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね楽しみに待っていただければと思います。さあということでですね、こちらの POTS ですか、ポット S、ブラジルリーグが来ましたんで、このガチャをですね狙っていきたいと思います。まずはやはり目を引くのが復帰ですよね。やはり J リーグサポーターとしては復帰獲得しておきたいところですね。まずこのオフェンセンスだったり決定力めちゃくちゃ上がっていますし、あとはキック力1レベルからカウントってこれかなり高いですよね。復帰はまあ左足のミドルシュートを突き刺していきたいなというところと、あとはまあ前回の動画で紹介しましたが、このユーリアルベルトに関してもまあ久しぶり2019以来の登場となりましたね。で2019の FP との比較もやっていますので、前回の動画もね、ご覧いただければと思いますが、スキルが追加されているところであったりラインブレーカーに変更となっていますので、めちゃくちゃ期待ですね。であとはエジニューソン、この選手に関してはかなりやるんじゃないかなと思っていますので、この3選手狙っていきたいと思います。であとはフィリペ・リュースとかも欲しいところではあるんですけど、やっぱりか、まあ、ガチスカ隊というところでこの3選手狙っていきたいところですね。さあ早速いきますか。ブラジルリーグのプレイヤーオブザシーズンポット S 引いていきましょう。まずは復帰ね、左足確定ではないか、フィルベルジとかもいますんで、まあ復帰まずは行きたいところ。さあこれは右足のこれファギネルっぽいな、このユニフォーム的にファギネルっぽいが、いや右サイドバックではちょっとガチスカでは難しいかなと思いますけど、まあまあまあ、いや結構能力値もいい方ではあったんで、まあ使ってみたい選手であるのかなというところですかね。いやファギネルか。さあ2連目引いていきたいと思います。いやまず左足の演出来いよ。まず復帰、いやごつそうだな体、あのごっつい体でちょっとドリブルかましていきたいところではあるんですが、さあ行きましょう。左足右足か、いやこれ中盤の選手か、名前が出てこんけど中盤の選手ですね。これはめちゃくちゃモブ顔だけど、めっちゃモブ顔だなエデルソン。いやーマジか。いやこのエデルソンはガチスカ隊っていうところは難しいかなという印象ありますんで、いや頼むぞラスト。さあラスト引いていきましょう。復帰よ、復帰か。いやまあいい、ユーリアルベルトも欲しいな、ユーリか、まあ復帰ですね、どっちか来い。いやでも復帰使いたいな、やっぱり復帰。さあ行こう。さあ誰が出ますか。